朝か。よっしゃさあ、行くか。やめたってどういうことです？正直、昨日の晩のはマジ死ぬかと思ったよ。けど、これで俺は自由なんだろ？ええ、約束は守りますけど。昨日はいろいろと参ってたからな。ああしかできなかったんだ。けど、別に失ったもん、今焦って取り返す必要はねえかもってな。しかし急にまたどうして？いや、なんつうか、当たり前のことに気がついたっていうか。ほら、例のお前の話さ、種の繁栄がどうこうってやつ。はあ、まあ今となっては申し上げることはありませんが、結局誰だっていつか死んじまうんだよな。どんだけ自分を優先したって、どんだけ自分に投資したってさ。だから次の世代にバトンタッチか。結婚ってのはそのための準備ってことか。だとしてもそんな覚悟俺はまだする気ねえ。ほう、若い頃はさ、そのうちにきっと、なんていうか、自分の生き方に確信が持てるような何かが起こるんだろうって期待してた。けど予想は外れちまって、気づきゃちょっとしたことでもビビっちまってんのか、右往左往っつうか。けど今はなんとなく違ってる。やっと前に進めそうな気分なんだ。まあ気分だけなんだけどな。いや、なんともはや。であればあのような悪夢を見せてしまって申し訳なかったですな。ではキャサリンさんと会わせるというお約束も。ああ今はいい。だけど悪夢の方はやめてもらうぜ。二度とごめんだからな。それはもちろん、はい、約束ですから。お、そういえばマートン。はい。あのゲーム機、夢のあれにそっくりだよな。ああ、あれはなんというか悪夢に入りやすくするための装置ってとこですかね。マジかよ。たくん、知らねえでついついやっちまったよ。めんどくせえもん作りやがって。すみません。うん。は？キャサリンのことはいいけど、勝ちは勝ちだろ。代わりに金貸してくんない？はあ？急に何ですか。おいくら？じゃあこんくらい。じゃあって500ドルですか？ならまあなんとか。ちげえって、5万ドルだ。5万？だよお前、店長だろ？持ってんじゃねえの？ここ開店して間もないの知ってるでしょ。そんな大金。くれって言ってないよな。貸してくれって言ってんの。出世払いで返すからさ。出世しますかね、あなた。するさ。けど元手がいるな。いわゆる自己投資ってやつ。実は青函旅行の一期募集、もうすぐ締め切りなんだよ。青函旅行、 なんと身勝手な。ああ？こっちはお前のせいで人生棒に振ったかもしんないんだぜ。そう言われましても、ない袖は触れないというか、500ドルでももう限界というか。うわ、マジかよ。しょっぱい店長だな。全然足りねえよ。でしょ。よし、じゃあその金全部明日の試合にかけることにするわ。は？そんくらいいいだろ。それでチャラにしてやるよ。チャラって、それものすごく理不尽な金が。だから借りるだけだって言ってんだろ。これからもじゃんじゃんここで飲んでやるからさな。ああ、わかりましたよ。でもあのね、必ず返してくださいよ。借用書も切るからに。合ってるよ。うっせえな、切るからねとか。で、どの試合にかけるんです？なの、倍率がいい乱闘カードに決まってんだろ。そうだな、フェザーに全部。で、全部？いきなり全部？いいから、つべこべ言わずにさっさと買えよ。明日そいつで仲間と盛り上がっからさ。人の金だと思って。
皆さん、いかがでしたでしょうか。またお会いすることができましたね。恐ろしい悪夢からの完全脱出、見事な技でヴィンセントを導きましたね。悪夢の仕掛け人魔人アストロとも舌を巻く素晴らしいプレーだったわ。ところで、実はこの作品、プレイの様々な場面である価値観を問われていたことに気づいたかしら。秩序に従って堅実な生き方を望むのか、逆に刺激に満ちた奔放な生き方を望むのか、悪夢の中でアスタロトは言っていましたね。階段の登り方に決まった正解はない。ヴィンセントを毎晩苦しめたあの階段は、もしかすると彼を本心と向き合わせるための大人への階段なんて言えるのかもしれませんね。ラスト、なんとヴィンセントは誰にも復縁を迫らないという意外な結末に至りました。あれほどの試練を乗り越えた今、燃え尽きた気分だって彼言ってましたね。やっと自由になれたんだから、今は無理に生き方を決めたくないんだと。あの悪夢の体験の中でヴィンセント自身が見つけた答え、それが本当の答えとして彼の未来を決めるんだとしたら、その時は私も未来の可能性を信じて彼を見守りたいと思います。だって未来の全てが初めから決まってしまっている人なんていないんですから。さあ、プレイされた皆さんはこの結末どうお感じになったでしょうか。店長から無理やり借りたお金があの後どうなってしまったのか、じゃあお話もうちょっとだけ見てみることにしましょうか。ゲームって本当にいいもんですね。それではまたご一緒に楽しみましょう。やっぱ俺じゃダメか。ま、分かってたけどな。ジョニー、どうしたんすか突然。実はさ、キャサリンに付き合ってくれって言ってみたんだ。何？ヴィンセントと別れたんならもう気にする必要ないだろ。先輩、マジっすか。おいおい、お前そうだったのかよ。バーカ、たまたま街でばったり会ったから試しに行ってみただけだ。ばったりね。なあキャサリンさ、やっぱまだお前のこと。なあジョニー、お前いつも言ってるよな、男と女は運命で引き合うってさ。え？それ悪くねえかもな。人生まだまだ長いんだ。お前どうしちまったんだ。どうしたんだよ。でほら始まんぞ。さあ、いよいよゴングの時が迫ってまいりました。銀河女子プロレス界に連綿と受け継がれてきた真紅のベルト、女王の証、ギャラクシーディーバの座をかけてぶつかり合う4つの魂。リング上ではすでに焼けるような目線と目線が火花を散らしている。今夜はでかくかけてんだ。行けフェザー。え、フェザーすか。おいおい、ねえだろ、お前がヒールにかけないタイプなのは分かっけど、今回フェザーはねえよ。バカ、見てろって、結果なんてまだ誰にも分かりっこねえんだからさ。いやけどフェザーは。けどフェザー、いつになく気合入ってないっすか。気のせいだから、絶対ねえから。Thank you.